しかし、この講習は時間の経過により自然と消えますが、血を鉄の表面に当てます。この時、奥まで入れすぎると気持ち悪くなるので気をつけてください。鉄ブラシを表面に当てたら、軽い力で優しく前に出すように、前に引き出すように動かします。あまり強い力で動かすと逆に舌を傷つけるので気をつけてください。噛み合わせ、歯と歯茎の間に汚れは溜まりやすくなっています。歯磨きをするときはこの3箇所を意識して磨きましょう。実際に歯磨きをするときの3つのポイントとして、歯ブラシの毛先を紙面に対してまっすぐ当てること、磨くときは軽い力で1本から2本を目安に動かすこと、歯ブラシは鉛筆持ちで持つことがあります。